で今度は相手を投げるとか崩すとかではなくて、今私は2本腕があって、で手の届くところというと大体このこう持っている相手がいるとですね、ここのところとここのところがある。なので私のこちらの手だったらここが全部、届かない方もいらっしゃるかもしれない。でここも触れるところがあるわけですね、手が届くと。でこちらの手の方がちょっと届きにくいところがありますけれども、こんなふうに届く場合もあるというところで、届くところを、こねてみると、まず小さく自分も硬くならないで腰も足も楽にしてこねてみる。肩の辺をこねたら今度二の腕のあたり、肘のあたり、いろんなところをこねる。これも掴んだりしないでただこねて撫でる。今度はこちら、足も普通に歩み足で楽にしておいて、で今度こちら、こねていくというところです。でここが一番まあ当たりが少なく感じますね。けれどもできるところ、当たるところを見つけてこねていく。でこの動きの中でも自分が硬くなったりしないで楽でいられるところを探して、これが硬くなってこうなったりとかですね、こうなったりとか、こう踏ん張ったりとか、そういうのがない方が私はいいと思っております。はい、楽に楽にこねてお互いを揉みほぐすようなつもりでどうぞ。します。